Uber Eats で稼いで人生を楽しもう。9時40分最初10時から稼働しようと思ってたんだけど、今日はねブーストが、昼ピーク、夕ピーク、夜ピークってつくから11時からやろうかな。でちょっと遅くなってもいいかなって感じで、なんで今ちょっとねセカンドチャンネル昨日映像を撮り始めたんで、ちょっとずつ仕上げていこうかなとは思います。夜ねやろうとしてもその日のね動画の書き出しでもう寝る時間になっちゃうから、夜はちょっとできなそうだから朝ちょこちょこと作り始めていこうかなと思います。本当はねパソコンでファイナルカットとか使って編集したいなって考えてたんだけどね、今その準備ができないから、パソコンもねちょっともう変えたいなって、まだ買って2年経ってないんだけどね、変えたいなって今思ってるんで、ね、変えてからちょっとパソコン側で編集しようかなって思ってます。あのセカンドチャンネルだけね、こっちでちょこちょこ仕上げ始めます。10時半ぐらいまでかな、10時半ぐらいまでやって11時に海浜幕張に入れるように出てこうと思います。
お座りまだ言ってないし、お手お手お手、ああ高いよし、いい子だね。はい、バイバイ。もう満足でしょ、もっと。はい、バイバイ。10時50分です。サングラス忘れた、いいか。いい天気だね。まだウバオンはしてません。11時になったらウバオンしてブースト 1.1 からスタートしたいと思います。朝ね、モノマミレリストの編集してたら面白くなっちゃった。セカンドチャンネル、そのままやり続けたかったな。Vlog と違ってね、作った映像に対しての作品感がなんかあるんだよね。 Vlog もね、たまにそういう時が来るんだよね。作ってて、わーこれ面白いぞっていう作品感が来る時がたまにあるんだけどね、毎日はないな。まあ、毎日いろんな出来事があるっちゃあるし、ないっちゃないからね。チャンネルもね、まあ題材がものなんですけど、まあずっと高校でバイトし始めた後ぐらいからかな、もうずっと物欲にまみれてますね。買い物買い物で、バイトして買い物、バイトして買い物でね。最近ね、ミニマリストって流行ってるじゃないですか。一瞬憧れるわけですよ、俺も。極力物を持たない生活、シンプルでかっこよく感じるわけですよ。でね、持ってるものといえば、もうよりすぐりのものたちを、それだけを持つっていうね、理想っちゃ理想でもね、無理だわ。真逆にいるからね、俺は。浪費家のプロはまずミニマリストにはなれない。作り上げたセカンドチャンネルです。お時間あるときにぜひ見てください。もうすぐ1本目あげますんで。1時ジャスト、ウバオン完了。さあどれぐらいになるかな。こっから気温がバンバン上がるっていう話だからな、なってくれたらいいな。いい日になるといいね。
け見逃してた。マジか。今天気予報見たら昼過ぎぐらいからもう急に風がやばいじゃないか。12メートルと書いてあるぞ。それで気温上がるのか。南風が一気に吹いて。マジか。うわマジか。よしよしよし、すぐなったじゃん。今1分だよまだ。11時1分、懸命になりました。今日もスタートします。飛ばされないといいね。スタートだから。お疲れ様です。ウーバーイーツです。あーピンズレだな。しかもケミ側で遠いな。道路にピンが打ってある。住所はホームになってます、まあ、その近くならいいけどな。コンビニの近くで素敵なことは書いてあるけど、新しい建物なのかな。もうちゃんと風が強くなってきてるわ徐々に。朝出てくると気づかなかったよな。っていうか風強いならサングラス必須だったな。目にゴミが入るわ。いやーマジか、失敗した。高い気温で気持ちよくできるかと思ったのに風か。 3.9 キロで626円もらえるのが 1.1 キロでないね。やっぱ長距離飛ばされたらね、やっぱ超えてくるので、ね、なんともいかないよね。15件なんで、まあ残り14、大変ですな。お疲れ様です。ウーバーイーツです。いや心折れるなこの風。海側にね、向かいに連れてすごい恐怖、超向かい風。お疲れ様です。ウーバーイーツです。あー遠いなー。もう今度は幕張ロックかよ。いや流れが悪い。ロングピックロングドロップがずっと続く。あーまだ3件だよ。なんかめんどくさそうな案件が来たぞ。
先指定なんだけど、まあそれはそれでいいんだけど、メッセージが来て支払いがまだ終わってないからそれはなしにして、あの直接受け取りますって書いてあるけど、いやもう支払ってあるじゃん。外国人なんだよね、めんどくさいな。一応もう支払い終わってますけどって返してるんだけど、分かってないだけかな。よし、マックの溶化度が10だった。時間がかかりすぎだよな、さっきからちょっとずつエリア内に飛ばされてるんじゃない。島田君とマックでループしてみないかな。バイクです。おせいよんよん。びっくり。今お客様にテリーマンさんですかって言われた。初めてだよ。同世代ぐらいの方だよね。ウーバーイーツの配達員ではないとは思うし、一般の人だと思うけど、嬉しい。超嬉しいわ。ウーバーイーツ専門動画にしたくないからね。できればいろんな人に見てもらいたいから。ありがとうございます。頑張ります。4丁目のいい場所にいるから10分、8分、6分って拒否って1分がすぐ来ました。よかったよかった。もうピックの距離とかね、風強くて走りたくないからね、お金になんない距離は。お疲れ様です、ウーバーイーツです。お疲れ様です、ウーバーイーツです。お疲れ様です。いやー、幕張から相変わらずお綺麗で笑顔が素敵だ。買ってきやがった、車失敗したな。屋敷だ、屋敷来たな、久しぶり。向こう側から行くか、ここからな。裏道じゃなくて遠いし坂だらけ。やっぱもう屋敷は来たくねえ。くそ、疲れた。髪がバサバサになっちゃった感じ。距離的には3キロしかないもんね。坂がきついんだよね。ここにたどり着くまでに 2,3 箇所坂登んなくちゃいけないからね。坂の高低差もあれに換算してほしい。
デニーズすぐできてるかな。日曜じゃない、土曜だからな。ここで待たされるとブーストが厳しくなる。お疲れ様です。5分ちょっとで済んだ。終わった終わった。太陽も素晴らしいし、最近デニーズはストレスなんだ。対応がすごいいいし、あと綺麗なお姉さんの対応もいいし、いいですよ。おばさんだけ対応悪いです。これで本郷の駅裏まで行って残り数分ってところか。もう一軒取れっかな。ギリだな。もう残り10分だからスバカワナチャレンジします。これな、奇跡の本郷ねえかな。取ります。すいません、今両方練習をしてる。16分台だと思ったらいです。ああ、やっぱりね。やっぱりそうなるんだよ。大久保。ああ、めんどくせえ。大久保行くのか。スバカマナうまいからな。一回ね、廃棄になったチーズナン食った時感動したからね。めっちゃうまかった。あー遠いよ。遠いっつうか、そこまで距離ないけど、坂と風、もう坂と風、トカンチューです。トカンチューです。トカンチューです。大久保行ってどうせブースト時間終わるから。
パイタンで醤油でなんだけど、うまかった。マックなったな、1分でやらないけど、ここでちょっと冒険するとね、津田沼流れちゃう可能性あるから、もう一旦戻ります。あー、うまかった。口の中が幸せ。下手にね、水とか飲みたくない。今この余韻にね、余韻っていうのかな、浸ってる口の中が。ウーバーイーツです。あ、すいません。あ、やっと近距離ピック、近距離ドロップ来たわ。あ、疲れた。これがないと疲れるよ、今ね。公園でも行ってコーヒー飲もうと思ったけど、なっちゃったし、だから行こうと思ってたけど、よかった。この時間になるのか。昨日ずっと鳴ってたもんな、そういや。お疲れ様です。ウーバーイーツです。お疲れ様です。ウーバーイーツです。あと3軒。何気にやっとゆっくり休めたな。あ、ずっと動いてたわ。あと3軒で終わろう。5時までに終わっちゃうんじゃないか、これうまくいけば。
夕方と夜のブーストもやろうかなと思ってたけどね、思ったより早く終わっちゃうからそれはそれでいいやね。また始まったよ、もう海浜幕張しかならねえ。ずっと6分8分6分8分なんだよ、もうこっち側脱三軒やらせてくれよ。あー、ようやく1分が鳴った。パステルイタリアーナ行っていきましょう。入り口間違えちゃった、遠回りしちゃって、ついマックの気分でいたぜ、信号待ちの間に。ああ、失敗したな。お疲れ様です、ウーバーイーツです。ダメだ、今度は出口間違った。駐輪場間違えちゃうとね、リズムが全部狂うわ。めんどくせえな。何かね、一個別の作業が入っちゃうと頭の中がリセットされちゃう。5時40分、13件、残り目標まで2件。もうちょっとでブーストが始まるけど、お笑いしちゃいたかったな、5時までに。近距離ピックがね、全然なんないか。はあ、うっすら寒くなってくるのかなと思ったけど、今のところ大丈夫だね。動いてりゃ大丈夫なレベルだね。一応気温見たら気温は高いんだよな。明日また気温下がるからね。明日雨マークついてねえけど降らねえだろうな。怪しいよな。うわ、めっちゃ500円もチップもらっちゃってる。申し訳ないです、すいません、ありがとうございます。いや、申し訳ないな、ありがとうございます。あー、もう洋華堂鳴るたんびにケンタッキーがオンラインにし始めちゃったが、いやー、マック頑張ってくれ。あと2件なんだよ。3回ね、洋華堂受けて3回ともケンタッキーで。で、残り2件じゃん。今4回目、5回目、ダブルで来たんだよ、ケンタッキー。これで終わろうかな。怖え。怖えな。いや、1時間かかっても6時、7時前には帰れるでしょ。習志野側だけやめてくれりゃいいんだよな。打たせとかのダブルだったりしないかな。行ってもマサゴぐらい。とにかく習志野以外、本郷とか習志野以外、お疲れ様です。じゃあ頼むぜ。みんなケンタッキーだろうな。ケンタッキー一気になり始めた。あー、これおります、ごめんなさい。お疲れ様です、ウーバーイーツです。すげえ、すげえ、
超勇気。よっしゃよっしゃっしゃっしゃ、打たせダブル、しかも家のそば。おお、よっしゃ。いやー、ナイスナイス。シングルのケンタッキー3つ拒否って、ダブルでトライしてよかった。完璧。よっしゃ、ブーストもついて家手に入れた。いや、なんて完璧なんだ。感激レベルだね。やったぜ。ちょっと寒くなってきたしね、帰りたいね。いやー、嬉しい。そんないいことある。打たせの皆さん、ありがとうございます。よく見たら2軒目が公園にピンが刺さってるけど、まあ大丈夫か。ちょっと情報が見れないからね、2軒目は。まあ大丈夫だろう、家から近いし。よっしゃ、嬉しい。公園にピンが刺さってて外渡しになってる。特に建物名とかも書いてないから、そのまま外なのかな。もう真っ暗なんだ。公園だったら場所書いといてくれないと分かんないんだよね、公園のどこらへんか。まあいいか、行ってみるか。結局ね、公園着く直前になってね、メッセージ来てね、建物名と部屋番号を言ってきた。そうだと思ったんだよ。あ、違う。ほんと勘弁してほしいね、直前で行き先変更っていうか、まあ大した距離じゃないからいいけど。そもそも建物名言われてもね、それも近かったからいいけど、住所でちゃんと入れてくれ。まあいいや、家から近いし。よかったよかった、無事終わりました。とりあえず帰ろう、今5時半。完了、15件。はい、ただいま。入っていって行って。たまに足ああやってんだよね。ケンケンして。ラグ。足大丈夫なの？ケンケンして。クエスト金額上げてくんねえかな、ほんと低いね。来週どうしよう。
火曜日から入院でしょ。火水木と、まあその後もか、散歩しなくちゃいけないからな、ラグちゃんを。ちょっとの時間だとかわいそうだからね。朝と夕方合わせて1時間半から2時間ぐらい散歩してあげないと。つらいな。映像回していればある程度時間経つの早いかな。これを機にね、ちょっとラグの散歩映像を増やしますか。最近ね、足が調子良くないみたいでね、たまにケンケンしてるんですよね。なんだろう、一瞬ケンケンしてちょっと経ったらまた普通に歩いてるみたいな。かわいそうだな。どっか調子悪いんだろうね。自然と治るといいけど、ちょっとわかんないよね。急いで編集して、セカンドチャンネルの1本目も編集終わらしてあげようかな。どうしたの？